お伺いを立てられた模様。鳥谷パターンやんけ。まあしゃあないやろ。そうかあかんか。まあしゃあない。ようやったわ。まあ41やしくいないやろ。インスタでは引退に酔わせてるよ。ちな本人のインスタストーリー。左下に小さくサンキュー。シャレオツ、ベクサ。今年の糸井の活躍は予祝だけという風潮。一つしかないやないか。4月はすごかったのに、なあ今年は金本40みたいにやってくれると思ってたんやけどな。思えば消える前のろうそくだったな。悲しい。年俸を限界まで減らして来年も現役かと思ってたわ。新球場角での日ハムがラスト1年拾わないかな。新庄が取るとか言い出しそう。まだ格安でハムの道がと思ったが、今のチーム事情ならもう引き取らんか。阪神のスカスカ外野の時代を埋めてくれて感謝しかない。糸井って山田柳田出てくる前はトリプルスリーが最も近い扱いされてたけど、結局シーズン本塁だって20すらないんやな。ホーム球場広いけども解説はできそうにないよな。喋りが荒れすぎて福留45、そっか寂しくなるな。お疲れさん。これで野手最年長が梅野とか原口になる模様。本当に阪神かこれ。質問、キャプテンマークに重みを感じますか？糸井、これ結構軽い素材なんで